常年司チャンネルニュースの虎がガオー、はい、始まりました。皆さん面白かったら高評価のボタン、そしてチャンネル登録ね、さらにコメント欄に感想など書いていただけると嬉しいです。あと内容気に入ったらぜひね Thanks ボタンでご支援ください、よろしくお願いします。モルドバがきな臭いということで、 Twitter のトレンドにもねモルドバという言葉が上がってるんですが、皆さんモルドバってどこにあるかもうお分かりですよね。ウクライナの左隣、西側にある国です。モルドバっていう国はですね、ウクライナのね国境を接する部分ね、ドニエストル川沿いにですね、ロシアの実効支配地域を抱えている大変複雑なお国柄でして、今回ウクライナ情勢がね今ロシアね行き詰まってますので、モルドバでもなんか仕掛けてくるんじゃねえかなということで揉めてると。皆さんツイッターのトレンドね見たと思うんですけど、何が起こってるかちょっとね順を追って話さないと分かりにくいので、時計の針をですね2月の半ばぐらいまで巻き戻してね、ちょっとモルドバ情勢ね正確に解説したいと思うんですけど、これ全部もうお分かりだと思いますけど公開情報ですからね、指示じゃないですけど公開情報なんで、まずね産経新聞の記事からいきましょう。2月11日モルドバで大きな事件がありました。ヘッドラインこう書いてあります。モルドバ政府が総辞職、親欧米派大統領、国民不満解消を図るということで、ロイターなどが伝えたところによると、旧東欧、旧ソ連構成国モルドバのガブリリッツァ首相は10日辞意を表明した。親欧米派のサンドゥ大統領も辞任を承認し、内閣の総辞職が決まったと。サンドゥ氏は後任の首相にレチャン元内務大臣を指名した。同国ではロシアによるウクライナ侵攻を背景としたインフレの加速などに国民の不満が高まっており、サンドゥ氏は政府を刷新して求心力の回復を図りたい構えだということなんですよね。こっからなんかもう気なくさいでしょ。親欧米派の大統領はですね、国内のね景気がちょっとね微妙と、インフレ型の不況に陥っているのでね、内閣を刷新してですね一瞬図ろうとしてるんですが、国内はですねこの野郎って感じでね、インフレがこんななってふざけんなっていうのを親ロ派ムーブメントに結びつけようというですね怪しいな動きが出ているということなんですね。この内閣の総辞職をね受けた後ですね、2月21日にね今度 NHK でこういう記事が出ました。モルドバ新首相ね、さっきほら11日にね内閣総辞職したでしょ、新首相ですよ。ドリン・レチャン氏というね元内務大臣が首相になったんですけど、ヘッドラインこう書いてあります。モルドバ新首相、駐留ロシア軍の撤退求める考え、ロシアは警告ということで、ちょっと記事読みますね。ウクライナの隣国モルドバでは新たに就任した首相が国内に駐留を続けるロシア軍の撤退を求めていく考えを強調しました。これに対してロシア大統領府はモルドバとの関係は緊迫していると警告し、両国の対立が深まっていますということです。このね記事、さっきの話がねちょっと書いてあるんですけど、サンドゥ大統領率いる政権でドリン・レチャン氏が新たに首相に就任しましたと。先月16日ですね、レチャン氏は就任先立って16日議会に向けて演説を行い、モルドバは防衛力を高め自国を守るための人的技術的能力に投資しなければならないということで、国防強化をやるというふうに言いました。さらにですねこのね沿ドニエストル共和国というね、今ほらロシアがクリミアを勝手に併合したりとかね、併合の手前にこういうまあインチキなことやるんですけれども、その前段階みたいになってるこのね沿ドニエストル共和国をめぐってですね、ロシア軍が撤退し非武装化が実現できるよう歩み続けることが重要だというふうに言ったと。これに対してロシアが反発ということなんですよ。わかります？2月11日から2月ね21日ですね、こういうニュースが出て、その次にですね今度はですね2月23日ですね、ロシアのですねプロパガンダメディアね、スプートニクというね嘘ばっかり言ってるあの通信社ありますよね、これがですねモルドバに対してね、またこの政府の代弁なんだろうかね、なんかそういうケチをつけたということで、これねウクルインフォルムの平野さんがねこの記事拾ってたんでご紹介いたします。平野さんのちょっと論評行く前にまずはこの元記事からいきましょうか。スプートニクの記事ね、こう書いてあります。ロシア国防省、ウクライナがトランスニストリアに対し演出された侵略を準備していると非難ということで、トランスニストリアというのはですね、その沿ドニエストル共和国のことなんですけどね、要はそのモルドバのですね東側の国境ね、ウクライナから見て西側ですよね、ここのドニエストル川沿岸の地域にですねロシア軍が勝手に駐留して沿ドニエストル共和国を名乗ってるんですけど、そこにねウクライナが演出された侵略を準備しているという報道をスプートニクがしました。一応このプロパガンダなんですけど、ちょっと読むとね、ウクライナが沿ドニエストル共和国に対する挑発を準備しているロシア国防省が発表した。同省によるとウクライナ軍は演出された侵略を計画しているという。ロシア政府は国境での動きを監視しており、状況のいかなる変化にも対応する用意があると述べているということで、ロシアがですねウクライナが沿ドニエストル共和国で偽旗作戦やろうとしてるみたいな、なんかそんなようなこと言ってるんですけど、逆にねウクルインフォルムの平野さんねこんなふうに言ってます。ロシア国防省がモルドバのロシア占領地トランスニストリア関連でめっちゃ偽旗作戦くさい発表していると。ウクライナが偽旗作戦をやるという偽旗作戦みたいな、だんだんちょっともう設定がわけわかんなくなりましたけどね、ドッキリを仕掛けるやつがさらにドッキリみたいな感じになってきたんですけど、そういう下準備ですよね、それが感じられるですねこの手のねプロパガンダがスプートニクから出たという流れなんです。これが2月の23日ですね、新しいモルドバのね首相ね、さっき読みましたけれどもレチャン首相がですね沿ドニエストル共和国なるものね自称してるんですけど、沿ドニエストル共
衛国なるものを自称する場所にね、勝手に駐留してるロシア軍出ていけと言ったら、翌日にですね、ウクライナが偽旗作戦準備してるみたいなね、ウクライナが演出された侵略を準備してるって、まあスプートニクが始まったと、もう明らかにこうしてますよね。さらにね、2月の27日になります、これ CNN が報じてるんですけれども、プーチン氏の次の標的かモルドバが恐れる理由ということでね、こういう記事が出てます。モルドバの国内情勢についてね、この記事にちょっと詳しく書いてあるので、なんでこんなことになっちゃったかっていうね、下地はね、実はこれなんだということで、モルドバではですね、ガス価格の高騰やインフレ率の急上昇など危機的な状況が続いている。先頃首相が退任したばかりだ。新首相は政府の新欧州連合路線を踏襲しているが、首都キシナウでは前首相の退任以来、少数派の新ロシア派政党が支援する抗議デモが続いていると。こうした緊張状態の中、サンドゥ大統領ね、機に乗じようとするロシアを名指しで批判したと。サンドゥ氏によれば、ロシア政府は去年の秋からですね、軍事訓練を受け民間人に成りすました破壊工作員が関与する暴力行為や政府機関への襲撃、誘拐など一連の行動を計画していたと。さらにですね、いわゆる反対勢力に成りすました人物が暴力行為による強制的な政権交代を図っていたとも主張ということです。 CNN はこうした主張は独自には確認できてないとしておりますが、シンクタンク欧州政策改革研究所のですね、グロザ氏によるとですね、ロシアからの脅威や我が国にまで戦争を拡大しようとする思惑が高まっているのは明らかだというふうに言っています。さらにですね、モルドバはウクライナについて戦争の影響を最も受けている。我が国はほんの小国で経済的には発展途上だ。そのために大きな圧力が生じているということです。 CNN 曰くですね、ロシアの策略というのがあると。2014年のクリミア併合とかですね、昨年のウクライナ全面侵攻した際とね、このモルドバの国内の動きがね、非常によく似ていると。プーチン氏はですね、21日ね、モルドバの独立を一部承認する12年の政令を撤回したと。23日にはモルドバの新ロシア派の分離勢力が、いわゆるトランスニストリアね、沿ドニエストル共和国について、ウクライナが近い将来武力で挑発しようと準備していると、ロシア国防省が非難していると、ロシア国営放送タス通信が報じたと。さっきのスプートニクの記事と同じですよね。ロシアのプロパガンダメディアが一斉にですね、ウクライナが武力で挑発しようと準備してるってこう始まったんですよ。なんか似てますよね。ウクライナに対して攻撃する前にもう徹底的なプロパガンダ行われましたよね。ウクライナ政府が自国民を殺しているとかね、あいつらはナチスだとかね、散々やりましたよね。無人機が飛んできた、ドローンが飛んできたんで侵略していいんですよって鈴木宗男さんは言ってましたけど、まあそういう無理筋なねことを言い始めているということです。その流れを受けてですね、今日ねネットに上がってる衝撃事実ですよ。モルドバのね、反政府デモ、拘束された人々の中にですね、やんちゃやりすぎてね、でもねロシア人がいてですね、しかもモルドバ語が喋れないというのがもうバレてます。もういろんなところでこれ出てます。動画も今私の目の前にありますけどね。そういえば日本のね、沖縄のね、反基地闘争もね、デモでもね、捕まった人が日本人じゃなくてね、日本語喋れたんだか喋れないのかよくわかんないですけど、40人捕まった中のうちね、外国人が何人もいたっていうのね、国会質問でバレちゃいましたけれども、まあ彼らやること同じですね。デモ参加者の中にロシア人がたくさんいて、しかもね、この大統領がまさにおっしゃってた通りですね、軍事訓練を受けた工作みたいな入り込んでるみたいな、これがあるんじゃねえかなということでですね、今ね皆さんね警戒しているということです。モルドバ語喋れないやつが捕まったっていうね、ツイートにいろんなレスがついてんでね、ロシアから来ましたお小遣いもらってますみたいなね、これついたんですけど、事実はよくわかりませんが、一等もらってね、外国でデモしてる外国人ということになるとね、これ大問題ですよね。まさか日本にそんな奴はいないと思いますけど、いるのかな、疑惑深まってますけどね、大丈夫なんですかね、この辺ね、透明性を高めてもらいたいなというふうに思います。さらにですね、このね、モルドバで行われたデモなんですけど、ツイッターで虎の巻さんという方がね、このように書いてます。モルドバのキシナウで行われた新ロシア集会、なんと驚くべきことに、高齢のソ連愛好家とポピュリズムに陥る頭の悪い人々が混在しています。これは哀れなだけですと言って、まあ日本でもね、反基地闘争でね、おじいちゃんおばあちゃん結構言ってますけれども、ロシア好きなんですかね、古い人はね、よくわかんないですけど、そういうことが行われているということです。これね、モルドバね、次どうなるかということなんですが、これ偽旗作戦行われる可能性非常に高いですよね。ウクライナがエンドニエストル共和国に攻撃してきたんで、やむなく我々は防衛するために武力使いましたみたいな感じで、モルドバのロシア軍がですね、ウクライナを挟み撃ちにするように出ていくのかもしれないしね。まあ何をするかね、プーチンだいぶ戦場で行き詰まってるんでね、こういう計略を労してね、ウクライナをね、背後からちょっと揺さぶりかけようとかね、いろいろ見え見えなんですよね。モルドバの件についてはですね、物価高騰とかね、経済が非常に停滞していると大きな問題があるので、これちょっと EU 諸国はですね、援助しなきゃいけないです。欧米並び日本ですよ、こっち側ですね、同盟側はですね、やっぱモルドバを援助していかなきゃいけないかなというふうに思いました。ということで、今日の内容面白いなと思った人はですね、ぜひね、高評価のボタンとチャンネル登録をお願いします。最後にコメント欄に感想など書いていただきまして、内容気に入ったらね、Thanks ボタンでご支援ください。よろしくお願いします。ガオー。